は、よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。やっぱ名札隠れんな。めっちゃ隠れてない。めちゃめちゃ隠れてるし、頭も切れてるし、難しいな。こうこうこう、あ、こう。難しいね。いい感じ。はい、じゃあ間もなく行きますね。はい、お願いします。お願いします。収録開始したら音楽流れるので、はい、いつものようにタイミング合わせてもらえれば大丈夫です。了解です。はい、では行きまーす。わっそよ、龍大韓流クラブ。4月26日金曜日午後8時になりました。わっそよ龍大韓流クラブ、パーソナリティのヘムとミヤです。よろしくお願いします。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りします。それでは今日もスタートアクラブの説明からいきたいと思います。それではミヤちゃん、お願いします。はい。龍大韓流クラブは2019年から立ち上げた沖縄と韓国の文化交流を目的とする琉球大学の文化系サークルです。現在の活動としては、このラジオの放送以外にも韓国ドラマ、映画、音楽といった文化コンテンツの鑑賞、釜山大学の方とのズームを通しての交流会などを行っています。もしこの放送を聞き、韓流文化に興味があるという留大生がいましたら、ぜひ留大韓流クラブでの入部お待ちしております。またインスタグラム、 X、 旧ツイッターといった SNS も行っておりますので、どちらも留大韓流クラブで検索&フォローの方をよろしくお願いします。ちなみに番組タイトルになっているわっそよは韓国語で来たよという訳なんですが、語尾にハテナをつけるとフランクな感じのお帰りという意味にもなります。そのため私たちはこの龍大韓流クラブのラジオにお帰りいつでも来てねという意味でわっそよをつけました。ぜひ皆さんも今日でわっそよの意味を覚えてくださいね。はい、今週も始まりました。こんばんは。こんばんは。龍大韓流クラブです。よろしくお願いします。お願いします。5年目ですねって。あ、高坊さん。ありがとうございます。こんばんは。収録ですか？あ、そうなんです。今日はね。初の試みでね。初めての収録でちょっと緊張してるんですけど。はい、今日。5年も経ったってすごいね。ん？ 5 年も経った？あ、すごいね。ね。でもコロナ期間もあったので、うんうん、実質は多分5年間は活動してないと思うんですけど。そうだね。そう。まだまだ新米ですね。他のクラブとかに比べると。うん。はい。ということでね、今日の議題、はい、議題っていうか、議題、やばい、議論になっちゃった。硬いね。そう、硬くなっちゃった。あの、今日の話題ですね、うん。今日の話題、いきなりなんですけど、ちょっと、皆様にお伝えしないといけないことが。あるんですね。あります。そう、実は、てけ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 、なんと、てけ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 。今週の K-POP のリクエストフォームができました。イエーイそう、もう待ってましたって感じの声がね、もう聞こえてきますね、うん、コメント欄からね。本当か、うん、聞こえてくる、ね、聞こえてくるはい。で、実はちょっと前からもうすでにできてて、あの、ツイッターとかインスタとかではもう宣伝してたんですよ。で、もう全然、連絡じゃない。リクエスト来ないなって、ちょっと少ないなって思ってたんですよ。うんうん、そしたら、一番宣伝しないといけないところで、ちょっと。忘れていた、うん。話すのを忘れてました。すみません。ラジオがあるからね。そうそうそう。ラジオのためにあるのに、ラジオで宣伝するの忘れるっていう。はい。ということでですね、今日は、あの、リクエストフォームができたということで、その使い方、うん、リクエストの仕方を伝授したいと思います。はい。ヘム先生が教える。ヘム先生。ヘム先生です、今日。はい。よろしくお願いします。高坊さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、韓国の時代劇でなら、主題歌、
好きなのある。おー、いいですね。私もいっぱいあるんで、あ、ぜひ教えていただきたいです。自分たちもね、全然リクエストしようかなって思ってるので。時代劇が一番よく見るので。うん。全然好きなやつを本当にリクエストしていただければ。いいね、うん。ちょっと韓国に関連してるもので。はい。よろしくお願いします。ということで、じゃあまず、ファーストステップですね。ステップ。第一。まずは、SNS にアクセスですね。アクセス。はい。ツイッターだと、どっちも、落ち着け。インスタとツイッターがあって、今 X か。そう、X があって、どっちもユーザー名同じです。全部小文字で、龍大アンダーバーコリアでやると出てきます。で、ツイッターはこのアカウントの紹介文があるじゃないですか、プロフィールのところに。うん、で、そのところに、一番最後のところに、今週の K-POP のリクエストはこちらからって書いてあるので、そのリンクが押せば、このリクエストフォームに飛びます。で、インスタの場合は、ちょっとわかりにくいんですけど、うん、プロフィールのところに、リンクが貼られてるところがあるんですけど、書かれてるのが、ツイッターって書いてあるリンクなんですね。あ、じゃあ一旦ツイッターに飛んでの。と思うじゃないですか。で、ツイッターを押したんですよ。うん、そしたら、リンク二つくっつけてるんで、うん、そう、ツイッターって書いてある下に、リクエストフォームって出てくるんですよ。だから、そのリクエストフォームを押してください。だから一回は、ツイッターって書かれてるリンクを押して、ツイッターに飛ぶわけじゃなくて、下に出てくる、リクエストフォームって書いてあるところを、ポチッ。もう一回た。そう。ってやるか、それか、プロフィールの下に、ハイライト、うん。あるじゃないですか、丸いやつ。ある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 。あっちに、曲リクエストって書いてあるハイライトがあるので、うん、うん。そこから、押してもらったら、リンクが、すぐポンって出てくるので、うん、多分それが一番簡単かな。そうだね。それが一番簡単そう。ってやってもらったら、リンクに飛びます。うん、フォーム。やっとここで。第一ステップね。はい、第一ステップ。完了。うん、で、第二ステップですね。うん、もう、こっからは簡単です。もう指示に従うだけなので、うん。最初に注意事項を読んで、で、歌手名と曲名入れて、送信ボタンを押したら、完了っていうことで。はい、そうですね。あ、たかぼさんが送ってくれてるインスタのアカウント。そうです。ツイッターもフォローしてくれたみたい。ありがとうございます。嬉しいね。やったー。あ、ちょっと痛かった。助けてよ。ちょっと肘ぶつけましたけど。あとあれでもね、匿名とかもあったんだよね。あ、そうです。名前のことが。あ、そうです、そうです。一応、この曲、歌手名と曲名を入れるだけでもいいんですけど、その他っていうところが一番下の項目にあって、うんうん、で、こっちは何も書かなくても全然送れるんですね。でも、もし、ラジオネームを読んでほしいとか、あとはこの曲はこういうエピソードがあって思い入れがあるんですとか、そういうのがあれば、ラジオで紹介するので、うん、はい、書いていただけたら、嬉しいと思います。うん、でも、一応、このフォーム自体、このリンクのフォーム自体が、うん、なんか、誰が送ったとか、あとはなんか、どのデバイスから送ったとか、この Gmail、どの Gmail から送ったとか、そういうのはもう分からないようになってるので、うん、本当に誰が送ったか分かんないことになってるので、個人、うん、もしエピソードとか書くんだったら、個人が特定されないような。そうだね、名前もプラスして。はい、そう、うん、名前も。あだ名とかね。そうそう、あだ名とか、ラジオネームとか。で、書いてもらえたら、嬉しいなって思いますね。はい。で、実際にもう宣伝前だったんですけど、うん、SNS から多分見てくれた方かなからもうリクエスト結構来てて、うんうん、はい、先週からリクエスト曲そう、ね、紹介してて、今週もリクエスト曲なので、はい。ぜひ、採用率高いですね、結構は。はい。高、う、保、ん、さん、近い子の採用可能性になりますか？そうですね。あれ、終わりだよね。そう。終わりです。全然、なんて言うんだろう。ほぼほぼっていうか全部やってるよね、今。うん。全部やってる。ゆっくりにだけど。うん。そうですね。もしかしたら。来週とかではないかもしれないけど。あ、そう。絶対には。うん。出すようにはしてるので。そう。できるだけね、皆さんのご希望に添えるように、うん、はい、やっていきたいと思ってますので。はい、じゃんじゃんリクエスト、よろしくお願いします。
最初に言わなかったっけ？あ、言った。うん。びっくりした。そうそうそう。え、言わなかった、言ったっけ？一応。言ったっけ？あ、あれ？収録の話ってしましたよね？今日収録ですっていう話。あ、したかも。知ったよね。収録ですねって会話した。あ、したしたした。ごめん、私も勘違いした。大丈夫、大丈夫、大丈夫。そうです。今日は収録なので、そう、コメントが、うん、もしかしたら今見てる方で、そうだね。そう、コメント間に合わなかったかもしれない。配信の時にはそう。そう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 。寂しいですね。寂しい。今回、そうだね。うん。いつもいっぱいいるんですけどね。そうそうそう。今から専用フォームに書き込みますね。高野さん、ありがとう！ありがとうございます！イェーイ！たくさんね。そう、たくさん。待ってる。あ、そうそう、複数、リクエストできるので。はい、注意事項にもちゃんと書いてあるので。だけじゃなくても、はい、ぜひ。ぜひ。お願いします。やっていただけたらよろしくお願いします。ということで、今週の K-POP コーナーに移りましょうかね。よいしょ。はい、行きましょう。では、今週もですね、先ほどおっしゃったって私に、私に敬語使っちゃった。自分に使っちゃったけど、先ほど話した通りですね。はい、リクエスト曲、今週も2曲。はい、お送りしたいと思います。早速ですね。はい。で、1曲目ですね。1曲目は K4 の、ちょっと韓国語頑張りますね。うん、聞いてるよ。ちょっと待って。これポ？プ？あ、ちょ、待って、おさらいが必要だ。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。ラブストームかな？ポップンガッテンサラン？ポップンガッテンサラン？うん、なんか可愛いね。ポップンガッテンサラン。ポップンガッテンサラン。はい、という曲をご紹介したいと思います。はい、で、この曲名ですね、韓国語になってるんですけど、多分、嵐のような愛っていう。ラブ。そうそう、ラブ。もうめっちゃ曲名からめっちゃロマンチックなんですけど。ね、はい。で、K4 っていうグループ、初めて聞いたんですけど、自分。私もだったの。なんか。ですよね。先々週の時にコメントでいただいて、うん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 、そこで知ったんだけど、うん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 、私も初めて知りました。もう自分も初めて聞いて、でも K4 っていうぐらいだから4人グループなのかなって、うんうん、ね、そうそうそう、なんとなく思ってて、あ、実際4人グループだそうです。うんうんうん、そうそうそう。で、ちょっと特徴的なんですけど、うん、韓国の演歌にあたるトロットっていうジャンルがあって、うん、そう、その歌手が集まったグループ、うん、そう、らしいです、うん。ちょっと特殊ですよね。特殊。普通の K-POP グループではないっていう。ね、うんうんうん、で、このサバイバル番組を経て、2022年にデビューしたそうです。割と最近。そうそうそう、うん。で、2023年には日本デビューも果たしたということで。日本でも人気があるようですね。日本デビューできるってことは。そうだよね、うん。で、グループ名の K4 の K には4つ意味があるらしくて。で、うんうん、コリアの K。と、ナイト、騎士。うん、かっこいい。鎧とか着てるやつの K。うんうんうん、あと、K ウェーブ。なんか、の K。流行り？コリアン流行りみたいな。コリアン流行りね。そう、韓国の流行りっていう、K ウェーブの K。と、あとは、KO、ノックアウトの K の意味が込められてるらしいです。そう。で、このグループって、普通の K-POP じゃないですか。うんうんうん、そうだね。トロットのジャンルだから、アダルト K-POP っていうグループらしい、ジャンルの月下のグループらしいんですけど、これの意味っていうか、が、うん、日本で韓流ブームが起きたじゃないですか。20年前のヨン様みたいなのとか。わかる？わかんない。わかんない。冬のソナタ知らないの？わかんない。マジ？時代劇しか。マジで？わかんない。聞いたことない。あ、名前は聞いたことある。あ、名前は聞いたことある。ハンヒョジュ。わかんない。ごめん。名前まではわかんない。ヨン様しか知らないの。自分も。ちっちゃかったからね。そうだよね。うん。めちゃめちゃわかってる。めちゃめちゃ。そうだね。そう。で、この20年前の時みたいな歌の雰囲気を再現したい。で、それを支えてきた年代の方々に向けた音楽を届けたいっていう気持ちが込められて、うん、アダルト K-POP っていうジャンルにしたそうです。ね、すごいね。すごい、うん。なんか、多分、味の出てる音楽だと。確かに。はい、思いますので。はい。では、それでは聴いてください。K4 の
ポップンガットゥンサラン。言えねえ。難しい。ポップンガットゥンサラン。最後は言えるようになりたい。いやー。いや。2曲目は私か。そう、2曲目。よろしくお願いします。冬のそなたの時は高校生でした。あ、本当ですか？やっぱみんな学生とかだったんですね。よく、その時メガネかけてたんで、マフラー巻いて。爽やかに。うん、面白い。あ、これって、今何分経ってるとかどこで見れますか？僕のところで今表示されて、今15分経ってます。はい、やばい、結構押してる、もしかして。押してね、ちょっと押してるかも。喋りすぎた。喋りすぎた。ちょっと詳しくやりすぎた。で、曲が、4分の曲のあと3分ぐらいですね。OK です。で、18分30秒ぐらいで、またトークして、トーク開始で、その後曲かけていったら、はい、多分20分超えるので、ちょっとさらーっていった方がいいかもしれない。そうですね。あ、じゃあさらーって、さらーって曲やった方がいいか。うん。さらっていうか、じゃあちょっと省くわ。ごめん。めっちゃごめん。喋りすぎた。全然感覚、体内時計悪かった。なんかこのグループはあれですね。日本でいう純烈みたいな。あ、めっちゃ思いました。その純烈みたいなコンセプトが。めっちゃ。いいですよ。でも曲の感じラテンなんだと思って。びっくり。本当に。結構。でも歌い方は確かに歌謡曲っていうか、その、なんか向こうのそういった、なんか古い方の歌い方なんだろうなっていうのは感じますよね。確かに。最近の歌い方ではないです。キャピキャピはしてない。してない。めっちゃ、いいな。一曲だけ歌える曲あるけど。韓国の女の子の前で、あ、歌えるよって歌ったら、あ、うまい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 って思える。いいですね、いいですね。すごい、歌える曲があるんですね。あの、サビだけ。ああ。当時は一応ちゃんと丸々歌えるように練習したんですけど。あの、仲間由紀恵さんが、あの、在日韓国人の役で、月9やってた時に、はあ、主題歌になってた歌が、ハングルの歌だったんで。最近なんか、K-POP とかでも、なんか主題歌に抜擢されてるの多い気がします。韓国人俳優さんが日本の。あ、出てたね、出てたね。あの、ドラマとか。いやー、あれよかった。見た？よかった。まだ途中。あ、見ようと思って、ちょっと我慢してる。他のことをやらなきゃいけない。そう。結構あと1分ぐらいですね。はい。はい。次2曲目か。そうだね、2曲目。ちょっとコンビニ。え？ネタバレじゃない今の。してないよ。いや、してないね、してないね。まだわかんないでしょ。第二課話だし。そうだね、19分とか。そうだね。全然ダメだ。ちょっとやばいね。だって今もう19分だった。マジでごめん。マジで申し訳ない。今ちょうど18分です。やばい。やらかしてもんた。もうそろそろ。はい、20秒前でーす。赤く。大丈夫。ゆっくりゆっくり。はい、10秒前。はい、マイクあげます。いかがでしたでしょうか ?K4 のポップンガッツンサランでした。言えてたかな大丈夫、大丈夫。言えてた。うん、よかった。はい、で、なんか、この曲聴いてたらね、あの、ラテン感があって、もうめっちゃ力強いボーカルでしたよね。うん。うんうん。だからなんか、めっちゃ。かっこいい。うん、そう、かっこよかった。めっちゃなんか、声が、そうそうそう。そう深い強い、うん、うんうん。なんて言えばいいんだろう。力強くて、めっちゃなんか、芯のあるというか、うん。うん。で、めっちゃなんか、そのボーカルがもう、そうだったので、もうなんか、
めっちゃ情熱的な曲に聞こえたっていうか、うん、情熱的だった。なんかロマンチックに、なんか、うん、バラを口に加えそうな、そう、そんな感じの曲だなって思いましたね。うんうんうん。では、それでは2曲目、みやちゃん、お願いします。はい、じゃあ、それでは2曲目に移りたいと思います。はい、今週の2曲目は、プロミスナインの Me Now という曲になります。うんうんうん、で、このプロミスナインのスペルが F から始まるんですよ。うん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 、で、なんか韓国ではプの発音がない。逆だ、ね。あ、逆だ。F F の発音がないっていうので。プとかが。うん。うん。ハヒフヘホがないのかな。そういうわけでは。ハヒフヘホはあるけど。フがないのかな。なんかフって言えないらしい。そう、なので、なんか、プロミスっていう形で、呼ぶようになったみたいです。うんうんうん、で、このプロミス9は、2017年に放送されたオーディション番組、うんうんうん、アイドル学校っていうものによって、最終デビュー組に、はいはい、と9人によって結成されたグループになります。うんうんうん、現在は、でも、チャン・ジュリちゃん、うんが脱退してしまって、あー、そうなんだね、悲しい。ちょっと8人で活動しているみたいな、うん、です。で、今回紹介する Me Now っていう曲は、2023年の6月にファーストアルバムとして、うん、Unlock My World というものをリリースしている中にある一曲になっています。うんうんうん、で、この Me Now を直訳すると、今の私という意味になっていて、飾らない今の姿を素直に見せて、もっと距離を縮めたいっていう思いが歌詞に込められているそうです。そしてアルバムのタイトルである Unlock My World は、私の世界をロック解除するっていう感じで、なんかちょっとつながってるというか、そうだねっていう、はい、感じになっています。じゃあ、それでは聴いてください。プロミスナインで、Me Now。いい感じかな？これ、そのまま曲終わりに CM 入れましょうね。はい、お願いします。で、それで、3分足しても24分なんだかな。やばい、ちょっとやばいな今日。1分 CM が入るんで、多分エンディング、40秒ぐらいです。CM 明けが40秒です。CM 明け40秒ぐらいです。だから CM 明けも、そのまま、エンディング曲かけるので、それでフェードして、したそのままエンディングで締めてもらえばと思います。やばい、ごめん、マジでごめん。大丈夫、大丈夫。ああ、コメントがまたいっぱい。あ、武蔵さん、ミヤさん、ヘムさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。見えるかな？ラジオハウスのお話をお付けして、ありがとうございます。視聴いただいて。ありがとうございます。タカボさん、リクエストフォームで送りました。ありがとうございます。ナイスです。楽しみにしてますね。ね、確認が楽しみ。うんうんうん、何だろう。たくさん来たら嬉しいな。いいね、いいね。ね。やばい。今日マジやばいな。やらかしたね。ね、ちょっとね、ちょっと話したい。うん、話しすぎてもうた。収録はちょっと勝手が違うから難しいですね。はい。めっちゃ。なんか、タイトルが。あ、高子さん、時代劇タイトル忘れましたが、ソヒャンさんのタイトルがハングルなのでわからない。ソヒャンさんがわからない。な俳優全然詳しくなくて。ソヒャンさん。ソヒャン？ソヒャンさんが出てる時代劇ってことですよね。時代劇？韓国？キムソヒャンさんですか？風と雲と 雨？雨それなのかな？ソヒャンさん歌手か、あ、歌手か、歌手か、歌詞のか。いやー、すごいな。やばい、マジやりました。曲
今日やばいな、やりかしまくりだな。ね、来るときもね、ちょっと危なかったよね。そうだったっけ？え、私がやばかったじゃん、運転。遠い、めっちゃ好き、私。作品名、高保さん。え、遠いの曲？あ、そっか、CM だ、CM だ。で、エンディングもそのまま書きます。はい、お願いします。じゃあ、私がそのままも読みね。トーミーは、私もわかります。女優はハン・ヒョジュさん。わかんないな。ハン・ヒョジュさん、綺麗だよ。ほんと？あ、綺麗。綺麗でしょ。うん。ああ、韓国の女優さんって感じがする。綺麗。そうそうそう。え、そうですよね、やっぱり。いいね、いいね。なんかね、あと、イルジメっていうやつとか、他のにも出てる。夢？夢。はい、じゃあマイクあげまーす。残り50秒。ワッソよ龍大韓流クラブ、そろそろエンディングの時間となってしまいました。本日も私たちのラジオを聞いてくださりありがとうございました。次週は5月3日の金曜日夜8時からの放送です。ワッソよ龍大韓流クラブ、この番組はドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしました。来週も聞きに来てくださいね。それでは皆さん、アンニョーン。すいません、今日ちょっと押しちゃった。また見に来てください。はい、見に来てください。また来週。ありがとうございます。アンニョーン。たかぼさん、アンニョーン。はい、ということで本放送は一応これで、はい、ありがとうございます。今26分経ったので、あー、ハート送ってくれた、ハートハート、指ハート、ツイキャスはまだもう少し残ってるんで、あー、本当にすいませんマジで喋りすぎた前半あー、おしゃべりだから喋りすぎちゃった。でも量見てもね、こっちに書いてある量見てもそう思ったのね、多いなって思ったよね絶対そうだよね、全然量とか見てなかったな、ただ思ったままに書いちゃった。次はちょっと、うん、私が考えたやつ。ごめん、マジでごめん。考えたのに。せっかく考えたのに。あ、こんな後に見えなかったよ。ああ、ありがとうございます。でも、もっとね、たくさんね、お話、あ、お疲れ、韓国のお話できたらよかったのに。ね。そう、準備してたから。じゃあ来週、あ、来週じゃないか。うん、次かな、次ぐらい、うん、そうだね、次また、これはあさって25日の放送で、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。武蔵さん、お疲れ様でした。よろぶこまわよ、あー、武蔵さんもこまわよ、かみさみだー、ありがとうございますじゃあまた来週も見に来てください。はい、ありがとうございます。じゃあ食べましょうか。はい、お願いします。バイバーイ。